はは、い、皆さんこんこにちはジョーです。今日もです、ね、皆さんと一緒にビットコインのマーケット関連のニュースを、ね、中心に見ていきたいと思うんですが、えー、今日はです、ね、マイナーの人たちの動きがです、ね、活発になってきていることもあって、まあ、ちょっとこの辺りで,です、ねまあ、ウォレット間でビットコインを動かしたりというところの話が、えー、まず出てきました。でこれに加えてイーサの関連の、まあ、ちょっとニュースも出てきていて上値が多いんじゃないかなというニュースもあるので、まあ、本当にそれってそうなのかというところの検証も含めて、えー、今日は皆さんと見ていきたいと思います。でそれに加えて他 他はいくつか規制ですとかまあ,あと CBDC ですねまあ、これが今後ヨーロッパの金融革命の中でものすごく大きな役割を果たしてまあ、レボリューション革命になるんじゃないかぐらいのことをですね言う人も出てきているのでこういったところも一緒に見ていきたいなというふうに思っていますまあ、あとはですね6月30日まで限定なんですけれどもバイビットに口座持っている方そして持っていない方も含めて 入金として取引をしていただいた方に関しては最高で,ですね日本円で400万円の取引ボーナスそして ZoomX まだ使ってない方は新規講座開設で初回入金200%入金ボーナスというものがあるので6月30日までなのでこれぜひですね使っていただければと思っております。と、はいうことでまずはこちらのニュースから見ていきましょう。 ビットコインのですねマイナーの人たち、まあ、企業がですね約1ビリオンのビットコインをですね取引所に送ったというのがニュースとして出ていますでこれはですねブラックロックの ETF の申請がありますよというようなことがですねニュースで出てきた後でえドーンとあの送られていったんですけれども、まあ、やっぱりですこれで大きくビットコインがぐわーって上がっていたこともあってこれをベースに ある程度その利益の確定をするためにこれはスポットのマーケットに送ったんではなくてデリバティブエキチェンジに送ってえここで空売りをして今持っているビットコインのヘッジをしようというようなアクティビティだったんじゃないかというふうに言われてますでこれはですねまあ正直ちょっとどうなのかよく分かんないんですけれども実際には売りは出てないらしいんですよねでかつ一部に関してはこれはスポットの取引所に対して送られたということでこれについてもそんなに大きな売りは出てないですと。なので結局ははこれは もうちょっとですね、あのヘッジしようかどうしようかっていうのを迷っていたところを、を、まあ、ある程度、いろんなビットコインの関係のポジティブなニュースというのがたくさん出てきたことによって、まあ、ちょっとヘッジについても、えーまあ、迷って、結局のところはやめたというような、まあ、流れだったんじゃないかなと思いますが、まあ、基本ですね、ビットコインの,この今の流れを見てみると、まあ、やっぱり機関投資家の勢いがすごく入ってきているということもあって、 そんなに早急に焦って売りたいという人はやっぱりマイナーも含めていないということですよね。で基本的にはですねこれは今マーケットでコンセンサスだと思うんですけれども、まあ、本当に近い将来ビットコインの ETF がですねこれはブラックロックなのか、まあ、他のところがなのか分かりませんけれども申請しているものがですね承認をされてそれに対してものすごく大きなフローが入ってくるんじゃないかというような期待があると思います。ししかし 実際にですねあまりにもちょっと早いタイミングで承認大きすぎたりすると本当にですね今のタイミングで、まあ、ビットコイン買いたいかっていうとそうじゃない人も実際は正直いると思うんですよね。でやっぱり一番僕の個人的な、まあ、大きなインパクトがあるようなニュースっていうのはですね今後 SEC のトップのゲリー・ケンズラさんが代わって別の方になることによって、まあ、SEC のビットコインそしてクリプトカネンジに対してのまあ姿勢みたいなところが変わっていって。 えー、コインベースですとか、まあ、これバイナンスとはちょっと違うかもしれませんがほ、まあ、他の、えー、アメリカのクリプト関係の企業に対しての、まあ、すごく厳しすぎる、まあ、姿勢が変わってくるっていうことがですね今後機関投資家がよりこのビットコインそしてクリプトカレンに対してポジティブになる要因になるんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっと今のタイミングっていうのは正直早すぎるのかなというふうに僕は思ってます。でやっぱりまあ承認されれば短期的に上がるかもしれませんが、まあ、実際にそこに資金が流れ込むかどうかっていうのは別の話だと思うので。 しっかりとそこを見てっていうところかなと思いますし、まあ、ある程度これがですね来年の半減期に近いタイミングとかだったりすると、まあ、よりそこに向けて、えー、ビットコインをですね仕込みたいっていうところの需要もあると思うので、まあ、そっちの方が正直僕は嬉しいなというふうに、まあ、思ってたりはしますね、まあ、このあたりに関して皆さんちょっとどういうふうに思ってるかっていうのをもしよろしければ、えー、コメント欄の方に記載いただければと思っております、はい、でこれ以外にですねイーサリアムの価格がちょっと2000ドルで上値、えーね、重いんじゃないかっていう話が、まあ、今出てきていますと でまあ、これはどういうことかっていうのをちょっと下に見ていきたいと思うんですけれども今ですね、まあ、これ見てもちょっとあの分かる通りなんですが、まあ、ユニスアップですとか、まあ、本当にクリプト関係のですね、まあ、いわゆるトレーディングのプラットフォームの、まあ、アクティブユーザーっていうのが、ね、今急激に減ってますと。で逆に増えてていいったりしているところが まあブラーとかですね、まあ、NFT 関係だったりとか、まあ、ステーキングのまあライドとかですね、まあ、そういったところではあるんですけれども、まあ、全体的なまあその取引を活発化させるような、まあ、あのプラットフォームに関しては、まあ、かなり大きなアクティブユーザーの原則というところが見られていたりですとかあとは言われているのがディファイのプラットフォームからですね、まあ、どん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  ESA が抜けているということで ESA ムネットワーク上にあるいわゆる TVL というですね ステーキングされたりとかされて,しれているイーサレアムの量が今急激に減速をしていますよというふうに言われていますとでこれがあの大きくですね、まあ、イーサの,あのダウンサイドのリスクにつながっているというふうにはここでは言ってませんとただし、まあ、やっぱりアップサイドにですねなかなか向かっていかないんじゃないかというようなことが言われていていくつかこの中で使われている指標があるんですけれどもまずこれはですねオプションマーケットで コールのオプションの方がよく、まあ、の取引されているのかもしくはプットのオプションダウンサイドを見るようなオプションの方がよく取引されているかっていうのでここにちょうどですねゼロっていう線があるんですがここより今下にいるんですね、まあ、つまりこれはプットオプションの方が優勢に取引をされているとつまりやっぱりアップサイドを狙っていくっていうよりも、まあ、やっぱりちょっとダウンサイド気にしているような動きとかっていうのが今活発になってきているんじゃないかもしくはそちらの方にどちらかというと傾いているんじゃないかっていうふうに 言われてま,すまあ一応ちょっとこういったあの資金の引き上げですとか、まあ、あとはイーサリアムのプラットフォーム上での取引の,あのまあ原則みたいなところがあるというのはもちろんまあ今の数字を見ても理解できるんですけれども、まあ、やっぱりちょっとここ最近ですねイーサリアムがどうこうっていうよりもやっぱりビットコインに対しての興味の高まりっていうのが今すごく出てきていると思いますでプラス皆さんも同様にですねビットコインを中心に今クリプトを取引していると思うんですね。 積極的にイーサリアムをガンガンやっていこうっていうよりもやっぱりどこまでビットコインがいくかっていうところの方がイーサリアムを見る上で重要だと思いますしさっきですねプットオプションの方の取引が多いっていうふうに出てましたけれども、まあ、あの例えばですよあの普通に現物のスポットとか先物を見たとしてもビッ,トビットコインをロングしてイーサリアムをショートする、まあ、そしてこのパフォーマンスの再起を取るっていう方法も、まあ、一定程度あると思うんですよね。 なのでやっぱりどっちかというとビットコイン主導で上がっていってイーサリアムはヘッジのまあ一つのツールとして使うとか、まあ、そういった形で使われる方法もまあいくつか今はやっぱりあると思うのでイーサリアムの上値が重いかどうかっていうのはまあ結局のところはですねビットコインの,プあのプラパフォーマンスにかなりまあ依存するんじゃないかなと思うのでイーサリアム単体で取引するっていうよりもやっぱりですねビットコインと合わせてまあ一緒に買うのかもしくはヘッジとして 買っていくのか、まあ、た,だただただ単独でイーサリアも買うってことは正直あまり多くの方はやってないと思うので、まあ、こういった記事はもちろんあるんですが一応まあそうこういった取引の,あのやり方もまあ,あるんだよみたいなあの意味を込めてちょっとご紹介をさせていただきましたはいで続いてなんですけれども今ですねこれちょっと前に1日2日前にもあの別の形でのニュースご取,取り扱いさせていただいたんですがマークがですねビットコインのスポットの取引 ETF というのを申請しましまたとでこれブルームバーグから出ていた記事なんですけれども、えー、今回はですね CBOE、まあ、これはあのシカゴの取引所の方からですね、あのーまあ、ちゃんとアークが彼らが申請している、えーまあ、書類ですねこれらについてちゃんと今アメンドメントこれ書き換えですねがされましたとでその中の内容としてはあのブラックロックがですね、まあ、今回 ダスタックがブラックロックの取引ですとか、資産管理について、すべて監督・監視するというような情報がついたものを提出してました。けれども、それと同じような形で、アークもですね自分たちの取引だったりとか、資産管理をしますというところが変えられているそうです。なので、今回のこのもし、アークのえっと申請がですね通らなかった場合。これは何でかっていうのも、もちろん、今後、言及されていくと思うんですけれども、やっぱりブラックロックが申請している。この ETF に関しても。 通らない可能性があるというようなことがまあ思われる可能性がありますね。で一応ですね今このアークの ETF に関しては8月の中旬だったと思うんですけれどもそこぐらいまでに一応結果が出るということらしいので一応その辺りはですねちょっとボラティティが高まりやすい可能性っていうのが一つあるのとアップサイドももちろんあるんですけれどもダウンサイドの可能性もやっぱりあるっていうのは、ね、ある程度考えておいてもいいのかなとは思います。ただし ここ最近のですね2万8,000から2万9,000ドルの近辺のレベル感というのを割って推移するっていうのはあんまりないんじゃないかなと思うのでダウンサイドは正直限定的かなと思いますがやっぱり今年の後半から来年にかけてより多くの金融機関がこのブロックチェーンクリプトという分野に対して取り組んでいくと思いますのでその辺りでの ディップバイングみたいな需要っていうのはかなり強くなるんじゃないかなと思いますしもういずれにせよこのブラックロックそしてフィデリティとかですね多くの世界的な金融機関がこの分野に対して積極的に取り組んでいくという姿勢は変わらないので大きく例えば下落したとしても下であのうようよしている時間期間みたいなところは正直短いのかなというふうに僕は思ってます。はい、であとととはですね面白いなと思ったポイントとして 今ですね EU の方で世界的な中央銀行の総裁が集まっていろんな会議ですとかパネルディスカッションをしてるんですけれども、まあ、そこでですね ECB の総裁のナガルドさんがですね EU に関しては引き続き CBDC、まあ、いわゆるそのデジタルユーロですねの検討というのを進めますとでまだこれはやるっていう決めてはないですよとただし、まあ、これは引き続き前向きに検討して今後導入するとしても より深くですね、まあ、いろんな実験をしたりとか、調査をしたりとか、パイロットテストとかっていうのを何回も繰り返して、最終的にはやっていきます、取り組んでいきますということを言っていました。で、この中で一つ、面白いなというふうに思ったというか、注目しておきたいあの発言がですね、下にあったんですけれども、まあ、一番この記事の最後にですね、言われていたのは、バンコブ・イングランド、これはイギリスの中央銀行ですね、のベイリーさんがですね、発言をしていたんですけれども、 ホールセールルルセデジタルマネーこれはホールセールっていうのはいわゆるその機関投資家とかっていうところが使うような金融機関向けの,投資あの、まあ、デジタルカネ彼氏の、まあ、ですかマーケットなんですけれどもここに対してですねデジタルカネ彼氏を使うことができれば一区ビはコンプリートレボリューションインインフラストラクチャーファイナンシャルマーケットアンドトレーディングファイナンスということで。 もう完全なですね革命的な役割を担うだろうということでこれがですねすごく大きなやっぱりインパクトがあるような発言だったんじゃないかなと思いますでこれやっぱりデジタル彼氏でやることによってたくさんのいろんなその素手で素手っていうかその何ですかあの手でいろいろ記載したりとかあの人の注文でやり合ったりとか本当にたくさんの人がですね金融機関の取引っていうのは関わってるんですねでこれをですね一気にデジタル化することによって 時間ももちろん、えー、短縮できますし、まあその人件費も、えー、短縮できますし、まあ,あとは今後、えー、まあ、いろんな様々なコスト管理コストも含めてですね、えー、これが大きく削減できるということで、えー、金融機関にとっては、えー、ものすごい大きなインパクトがあるような、えー、まあ、テクノロジーの導入になるんじゃないかというふうに言われていますね。まあ、これ革命的な本当に大きな金融のへ、えー、のインパクトっていうのは、えー、まあ、常に言われていましたし、まあ、それがまあ、ディファイっていうところでも。 1えまあ一つあると思うんですけれども今後は、ね、金融機関がただただデジタルカネシーとして使うっていうところから、まあ、あとはセキュリティに対してデジタル化っていうのも今後進んでいくと思いますし、まあ、それがもっともっとですね国民の生活っていうところにも広がっていく可能性も十分あると思うので、えー、この辺りの今後進み具合経過そして各中央銀行の取り組みとかもですね注目して見ていきたいかなと思っております。はい続いいい続ててこちら見ていきたいと思うんででですすが、えー、アメリカでですね今 あのファンドを1つ作ろうと思っていてそのファンドはどういうものかっていうと,、えー、と普通のですねアメリカの、まあ、これは短期の国債も中期の長期の国債に対しても投資をしていくんですけれどもこのファンドのオーナーシップ誰が持ってるとかどれぐらい持ってるとかっていう情報をイーサリアムのブロックチェーン上に記録をしてですね管理をするというファンドを今後アメリカの方でやっていくというニュースが出てきました。これ画期的なななニュースなんじゃいいかっていう,ふうに 皆さんんももも僕思思ったと思うんでですすけれども実はですねこれ一番この記事の最後に書いてあるんですが既に同じようなファンドっていうのはフランクリン・テンプルドンこれはですね世界的な年金とかも運用している金融機関なんですけれども、まあ、こことあとはですねウィズダムツリーこれは先日ブロックチェーンのスポット ETF も申請した大きな資産運用会社なんですけれども、まあ、こういったところもですねもう既に似たようなことを2021年とかに やってるんですよねなので、えー、これがものすごく新しい取り組みではないんですが、まあ、このタイミングでまた、えー、こういうような形で、えー、本当に大きな金融機関が、まあ、似たような、あのーまあ、以前と似たようなテクノロジーを使っただけでも、まあ、かなりこんな大きな感じで、えー、ニュースに取り上げられているっていうのは一、まあ、つ面白いかなというふうに思ったりはします。えー、ただししややっっぱぱりりその一方でで、えー、ブラックロッククロがですね、まあ、ETF を申請して 取り組んででいいくっていうことはですね本当に大々的に外に出たことによってより多くの金融機関があもうこういうことってパブリックに対してどんどん宣伝してもいいんだもうどんどん言ってってもいいんだっていうような感じになってきたと思うんですねこれまでであれば、まあ、そういうようなことをですね大々的に言ったことによって、まあ、もしくはこれ内緒でやってるわけじゃないんですけれどもあの本当にそういうことをどんどんやっていくことによって、まあ、監督機関ですとか、まあ、いろんなメディアの目もですね 集まってきてしまうということがあったので、まあそれがネガティブに考えたいっていうこともまあ一定程度あると思いますと。ただし、やっぱりある程度気が熟していて、かつ2024年の大統領選挙に対してはこのクリプト関係の法案に対してどういうふうに思っているか、どういうような法律規制をですね今後整えていこうかっていうような考えを持っているかどうかがですね、まあ大統領候補の、えー、まあ一つ。 あの吟味するというかあのこの人どうなのかなっていうようなことを考える上で一つ重要なポイントにもなっているのでもういよいよこの辺りの議論みたいなところが活発化してくるとでそ,こそ,そしてそこに向けてクリプトに対してですね我々はこう思うっていうような、まあ、金融機関のです、ね、意思表示がしやすくなっていてかつ今議会の方ではセキュリティがあがクリプトカネシがセキュリティとっていうようにまああのなんていうんですかねあのクラシファイ されているようなのでクリプトにとって、まあ、政治的にも経済的にもすごく今、まあ、追い風のような状況になってきているので、まあ、こういったニュースも引き続き注目をされていくと思いますし、まあ、こういったところがどん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 出てくるようであれば、まあ、より国民の、まあ、市民の声もこういったクリプトに対して前向きな形でどん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 進んでいくんじゃないかなと思うので。 これらのニュースもですね引き続き注目をしていきたいなと思いますしこういったところが結果的に大きくビットコインやクリプトカネージイーサリアムなんかの価格を押し上げるようなところにですね、えー、まあ影響があるようなものになってくるんじゃないかなと思うのでしっかりと中身を追っていきたいかなと思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか 今ビットコインですね非常に上昇したりちょっと浮く沈んだりしてますけれども、まあ、いずれにせよどのタイミングで上に行くかっていうところが今の勝負どころなんじゃないかなと思うので、まあ、短期的にはですねふらふらゆらゆらちょっと落ちたりする可能性もあるかもしれませんけれどもやっぱりそういったタイミングでしっかり拾っていたりとかあとやっぱりビットコインをですね今このタイミングで どれだけ詰めるかみたいなところが、まちょっとゲームの一つの基準みたいになっているところもあるんじゃないかなというふうに思うので、僕自身もですね、毎日毎日とは言わないまでも、まあしっかり、えまチャンスがあれば、しっかりとですね、ビットコインの方を積み上げていきたいかなと思っております。はい、まあとはですね、これ何度も申し上げてますけれども、 外覧の方にありますバイビットそしてズメック x に関しては、いろいろとですね他のところでは言われてますけれども、まあ、問題なく今後も継続して使えるということですし、ぜひですね、まあ、せっかくのボーナスキャンペーンやってますので、ぜひこの際に使っていただければと思っております。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。